はい、皆様こんにちは、岡田でございます。さて今日はですね、ガラスの器に入れてちょっとギフトでもいいですし、ちょっとあの窓辺の飾り物にもよろしいですし、器がこのちっちゃい方のは100均に売ってますのでね、たくさん作られて、でこういう風にして重ねていかれると面白いかと思いますし、ちょっと一つ差し上げてもいいんじゃないかなと思います。それでちっちゃなバラが入ってますが、作り方は本当に簡単ですので挑戦してみてください。それでは始めましょう。一番最初はですね、バラの中の芯ですが、今回はこの丸さがパイがですね、10ミリの分を買い求めてください。こんな可愛いのがありますので、それを28番のワイヤーでこうフックしていただいてですね、必ず先端を曲げて中へ通してください。でこういうものができましたら、最初にですね、固まってベタベタつかない方がいいので、かぶせリップをしていただきたいんですが、28番か30番のワイヤーでゲージ3センチということは この分ですね、これで1回巻きをしまして、でこうすくってかぶせていきます。2回ぐらいやってほしいんです。それでですね、これをするときにこっちの方を突っ込む人がおるんですが、そうじゃなくてこれでかぶせていくようにしていただきたいと思います。そうするとこういうものになりますね。次ですが、ゲージ 1.5 この分ですね。それでワイヤーはこのエラスティックワイヤーという細くて螺旋状にこうなってるものですね。それを使います。それで1回巻いて連続巻きですね。今までに何回かしたと思いますので、4回連続巻きしてもらいます。4ループですね。はい、こういうふうに4個ループができてます。それでただ丸々のまんまでなくて、ちょっと三角を結びみたいな感じですね。そんな感じに形をつけていただきます。4ループとも同じ形です。こういう形ですね。そしたらまた液をつけるんですけど、この時ですね、いっぺんにつけていただきます。ペロンペロンペロンと、はい、4箇所ついてますね。はい、これで乾かしましょう。必ず容器蓋をしておいてください。それから次ですが、やはりこの 1.5 のゲージパイプの3回ねじり巻きという巻き方なんですが、1回2回3回巻いていただいたら、このここに溝があります。溝の中に短い方のを添えて、次くるりっと巻きますね。そしたらまたここで1回2回3回巻きます。
そしたら次またこの溝にしっかり添えて巻いて、でここで1回2回3回、そして切ってください。そしたらこういう3ループのものができます。軽くウェーブを寄せまして、真ん中のステムが通るところ、小さいな穴を開けていただく、見えます？棚の中に通して、よし、でこれとこれをねじり留めます。そしたらここで花びらをちょっと整えてあげます。こんな感じですね。額の説明をしましょう。この 1センチゲージっていうのがあるんですが、これに同じワイヤーで1回2回3回4回5回巻いてもらいます。それで溝の中にくぐらせて、5回のワイヤーを一緒に留めつけます。それでステム通し巻きっていうのは、このステムがここにこの輪っかに入るように穴を開けていただくんです。でたくさん花びらを集めて太くなった時はこれぐらいの穴を開けますが、今回はもう本当に竹串1本ぐらいな程度でいいと思います。でこう立てて、見えますか？これぐらいの穴ですね。そしたら一回外して、ここへペンチを入れて、ここで一回しっかり締めます。そしてこれをくるりっと裏返しにしますと、一番最初のワイヤーがここへ斜めに通ってきてますね。これをこちらに持ってくる。そうすると、このステム通し巻きの中にワイヤーが全部こうくぐってるわけです。それでここで額のとんがりをつけまして、はい、少しこうヘイド開けますね。こういった額が作れました。で、この額をつけるときに、このグリーンのディップをすると、なんかこう、生っぽいんですが、花びらと同じ色をつけると、なんかこう、プリザーブのような感じも作れるということです。で、今日は、どちらでもつけていただいたらいいんですけれども、まずつぼみですね。このつぼみを今作ってます。そしたらこれはさっき連続巻きつけましたので、今回は花びらですね。はい、いっぺんにつけます。これですね。それから今の額、同じ色つけましょうか。皆さんはお好きで、グリーンでもどちらでもいいんですよ。
お好きな方をつけてくださったらいいです。つぼみはもうこれだけですね。これだけでつぼみができます。それから、次ちょっとこう開きかけのを作りましょう。一番中の花芯とこの連続巻きは同じです。だから一応花芯先ほどできましたのでね、これです。だからこの連続巻きっていうのが必ず花芯のスボールを取り囲む役目をしますので、必ずこれはいりますね。こういうことですね。それからめんどくさいですけど、必ず容器の蓋は閉めてください。それからですね、次は この大きさですからね、それは2センチのねじり巻き4ループが2ついります。ということは2センチですから、これです、こういったものができます。そうするとまた液をつけます。その時にちょっとステム、これが短いから手ではね、あれでしたらペンチで持っていただいて、はい、一回いっぺんにつけます。はい、4回ができましたね。で、この大きい方はですね、つぼみと同じ、一応連続巻きとこの 1.5 の3回ねじり巻きを1つと、それからこの2センチの4ループを1つ、それから5ループっていうのがね、一番最後にこの2、4、5ループっていうのを巻きます。先ほど説明したように6は6にするんだったら3と3に分けてくださいって言いましたが、5ループはできると思うので、かわいくウェーブを寄せて、先ほどのようにここでこうリングをね、ステムを通す穴を作ってもらいます。はい、これとこれねじりますよ。そうしたらここで5ループあるんですけれども、いらってる間はね、少し花びらの形はもちろん歪みますよ。だからここで5ループできたら必ず形を整えてやってくださいね。5つ全部こう並べるっていうのは大変なので、1つぐらいね、ちょっと上に持ち上げたのがあって、4ループをベースに1つちょっと上上げましょう。はい、そしたら2、4、5、5ループができます。それでまた液をつけるんですけれども、まあ手でつけられてもいいんですけどね、またどうせペンチに持ち替えないといけないので、はい、これで綺麗に5ループできましたね。で、はい、こういうことですね。だから、つぼみは花芯とこの連続巻きとこれと額でできます。それからちょっと開きかけっていうか、ちょっとこれよりも大きな分は、一応これとこれは小と一緒です。その次のこれは小と一緒です。それからこの2センチの4ループ、それが2つで5ループが1つということですね。それで一応大小ができると思います。つぼみを組んでみましょうか。液が乾いたまま組むと花びらを傷つけると思いますので、いつも説明しております、ステムカバーか、このダブルコートっていうのをね、コーティングして、裏からコーティングしてほしいんです。
この連続4回巻きっていう分ですが、根元からこうして全部カットしてください。そしたらですね、竹串でちょっと三角を結びの広い方を向こうに行くようにしてください。それからここの根元の方ですね、さっきあのワイヤーを切った方ですよね、そこにちょっとこのボンドをつけてもらいます。こういうことですね。そしたら一番先にあのかぶせディップしましたこのスボールですけど、それを真ん中の芯にしながらくるりくるりと巻いていきます。ここですね。それから次こう抱き合わせていくように組んでいかれると、あの一番端がここのところが可愛くなると思います。こう抱き合わせにね。それから次がまた当ててください。4枚ここで芯を作ってもらいますね。はい、こんな可愛いのができる。それからこの 1.5 のねじり巻きっていうのをしましたね。これをもう根元から切っていただいて、でここのステム通し巻きをしたここへブスンと通してもらいます。表がコーティングした方を中にしてもらいましょうか。そしたらこちらにテカった分が出ますのでね。はい、こんな可愛いつぼみちゃんができましたよ。はい、そしたらこれもここいりません。全部こうはめ込み式になっていきますので、これも中がコーティングした方に行きましょうか。はい、そしたらこうですね。それでこうします。はい、こんな可愛いつぼみちゃんができました。でこれはあの花びらと同じ額の色ですが、こちらはグリーンつけましたから、それはお好きにあの自分の好きなようにあの色付けしていただいたらいいかと思います。それで次あのちょっと開いた方なんですが、今こちらはコーティングの最中でまだこうやってあの乾いてませんね。乾くまでにちょっとやっぱり時間が経つと思いますので、今はあのこのようにもうできた分を使いたいと思います。それでまずあの中芯とこの連続巻き外して巻き込んだ分は1の場合もつぼみの場合も同じです。だから連続巻きと次の 1.5 の3回ねじりの3ループ1つまではここ同じことですね。それから次ですが、2センチのねじりの4ループっていうのが2つきますね。でそれは4ループですね。
これも好きに組んでいただいたらいいと思うんですが、やはりこっちにつけるよりこっちにつけた方がいいかなと思いますよ。4ループが2つです、ね、これでももうなんかちょっと可愛らしくなってきました。それからまた裏返して、ここにボンドつけます。それで2センチの5ループですね、1、2、3、4、5ループっていうのをつけます。そうするとだんだんバラが大きくなってきますね。はい、それから額ですけど、私は同じ色で、でここにボンドをつけて、はい、かわいいですね。こういう、これはグリーンのディップで額をつけてみました。これはお花と同類の液でつけてみました。好き好きです。はい、こんな感じでしときました。でこれはちょっとまだコーティングができてないので、ちょっと抜けときましょう。さあ、そしたらこれに飾り付けをしていってもらうんですが、これは一応セリアさんっていうんですかね、100均で買った分です。こういったベルトみたいなのがおリボンの中にあると思うんですが、これが私は一応この列の 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 のとこで切りました。そしたらちょうどね、ちょうど向こうの端からここの端まででちょうど16でここが収まるんですね。それでこの時につけるのりですが、さっきのは白いボンドでしたけど、ここにつける時はですね、こういう透明のね、ボンドが売ってると思いますので、透明のこれで、これ裏表ありますからね。でここにつけてもらいます。あんまりびちゃびちゃはみ出なくても、ほんのちょっとつけてもらったら止まりますのでね。はい、ピンセットでね作業していただいたら、あんまりねべちゃべちゃボンドつけると横にちょっとはみ出して汚らしいので、はい、こういったベースに作りますね。葉っぱなんですけれど、1.5 センチのゲージ、これで1回巻いたのを3個作ってください。3個ですね。そして直線のないときはこうして引っ張っていただいたらいいですからね。それでここに当てて、これブリッジというんですが、こういう葉脈をね作ってもらうんです。あるのとないのとやっぱり随分違うと思いますよ、これ。それでここの先端を残して使う方もおるんですが、私は切ります。でないと花びらをね傷つけてしまうので、これでグリーンの液をディップして3枚作ってください。そしたらこういうものができますね。そしたらこれをこの下にね貼るんです。でこの時もあんまり
はみ出るほどでなくて、ほんのちょっとつければいいです。ここに、3枚。そこにね、もうベターっとしなくても、もうここら辺に切ったところにちょこっと貼ったらいいですよね。そうするとこういうものができます。そこに先ほど作ったお花を入れるんですが、そしたらね、ここをね、もうプチンと切っていただいていいです。それでこの底に透明の温度をつけていただいて、ピンセットでちょっと乗せてください。そしたらこんな可愛いものができました。それでですね、こういう子供さんがお好きですが、こういうキラキラしたものがあるんで、なんか可愛い、そうですね、ピンクちゃんにしましょうか。こんなのを花びらにちょっとつけて光らせてあげるのも可愛いかなと思います。どっかこの上の方に、この中に、これも100均に行けばなんかいろいろと楽しいものがいっぱいありますのでね、これ何色でもね、自分が好きな、これもやっぱりカラーの勉強で、この色入れた方が引き立ちますね。はい、それから白入れましょうか。白入れましょうか。あともう一個ぐらい、やっぱりブルーを入れておきますか。はい。それからですね、なんかこういった何でもいいんですが、可愛らしい飾り物があったらちょこっと入れるとか。これもちょっとボンドつけてあげましょうか、ここにね。透明のボンド、はい、どこから入れましょう、この辺がいいかな。はい、こんな感じで出来上がりましたよ。それで100均の場合はこの蓋がないんですが、アクリルのですね、なんかこうシートがありますから、そういうものを買ってこられて、ここへ蓋をしてやるとホコリが入らなくて楽しめますね。これ別にここに切ってもらうととても高くつきますのでね。で、その場合もここにつけるときにベタッとつけずに、ほんのね、もう四隅にちょっとだけ、ほんのちょっとつけて、それで蓋をします。そしたらほこりが入らないですし、こういうできますね。で、もしも蓋をしない場合は2つ3つこうやって重ねて楽しまれても可愛いんじゃないかなと思いますよ。でもちょっとお人にあげる場合はやっぱりこういう密閉して楽しまれてもいいんじゃないかなと。はい、これで完成いたしました。ちょっとギフトにいいかなと思いますよ。それで次はこの大きい方のちょっと豪華になりますが、このバージョンでいきたいと思います。まずこれは先ほどは16でしたけど、今度は多分長いから39ぐらいですね。39ぐらいでいいですね。切ってみます。はい、そしたら先ほどと同じように透明のボンドをべったりつけないでね、ほんのちょっとでひっつきますので、それから
裏表をよく見てしてくださいね。はい、これでついたと思います。そしたらですね、このないときは何かお箸でも挟んでね、やってもらったらいいかなと思う。でまずここへ接着します。それから次、はい、これでつけときましょう。そしたらですね、ここへ垂れ下がる葉っぱを作っていただくんですが、先ほどのエラスティックワイヤーです。それを持ってでね、作っていっていただいたらいいかなと思うんですよ。こうして巻きながら、間隔をちょっとこう見ながらね、あまり詰めるよりもちょっとこう伸ばしていってあげる方がいいかなと思う。手でね、だいたいこう何センチってゲージパイプで測る必要もないんじゃないかなと思います。で、まあずっとこういう風に作っていくとこういう葉っぱができますね。で、これは葉脈をまだ通してないんですけれども、一応葉脈通すときにやっぱりこれをこう手ですごいて直線にしていただいて、それからここへペンチで持って、こうしますね。そしたらここに真ん中に葉脈を入れて、ここへね、あまりギュッギュッと、巻かないで、こうランダムにね、ちょっとこう伸ばしながら巻いてください。ということはここが二重になるということですよね。そしたら次に子ですね、こっちの方の葉っぱにまたブリッジをします。はい、そしてペンチで押さえて巻き込んで、だから2つかかりましたね、ブリッジが。それでまたこう直線に伸ばして、それから次3つ目のリング、ここでブリッジですね。またでここですね。そしてまたこうランダムに大きく巻いて、で次の4個目の葉っぱにね、ブリッジに行きます。 1,2,3,4 個できますね。で切っていただいて、でまたここで4個できましたね。そしたらあと3つです。でまた次の葉っぱにつけて、ブリッジを渡して、はい、ここまで来たら今度5つ目だね。でここにまたブリッジかけて最後の1個です。はい、ここにブリッジかけて、でこっちの方の残った方に、もうここまでびっちりしなくても2回か3回巻かれたらここで切り落としてください。それでいつも言いますけれども、
この先端を楽しんでね残される方がおるんですけれども、私は割とね花びらを傷つけたらいけないので切り落としてしまうんです。月々ですので残したい方は残されても結構ですよ。1回にねペロリンと液をつけてもらいます。こういう風にねいっぺんにペロンとつきます。小さい方でしたと同じようにそこに3枚の葉っぱをいきます。ちょっと長いから大変ですよ。お箸で持ってでもいいですからね。はい、3箇所に入ってたらいいです。それからですね、今回は大きいのとつぼみと入れますので、まず大きいのからいきましょうか。中心に蕾も塗りをつけまして、どこへ入れましょうか。はい、そしたらですね、これ横にされておっていいですね。で、だいたいこの辺切って、透明のボンドをそして先ほどと同じようにこういった飾り物をちょっと落とし込んでもらうと何かね、こういったいちごのようなものを向かっても可愛いかなと思います。で、まあこういうふうにして一応苦心しましたが、まあできました。そしたらこれもやはり上蓋ですね、結局蓋の方がこれに合わせて切ってもらうと高くついちゃうので、100均でアクリル板を買ってこられて切ってつけられてもいいです。今日はちょっとつけないでこのままにしときますが、つけるときはやはりこの角だけちょこちょこっとつけて、ベターっとつけないようにして押さえてもらうとできるかなと思います。はい、流し込むときにですね、39連をこれしましたが、一番こちらと真ん中と先端ですね。で、真ん中に一回ここのあたりにつけると、これがダブつかなくていいかなと思います。